の現状、そうだな、私値上げで言いたいと言ったら、あのガソリンでも一時は170円台になってたけど、最近ちょっと下がったよね。160円台ちょっと下がって、最近ちょっと戻ったから随分、まだ一時に比べたらもう170円台の時とかもう大変だ。とりあえずあの一番は私の場合はガソリンですね。私のところは田舎だし、車がなかったら結構不便なところなんで、車が必需品なので、ガソリン値段がすごい上がった時本当に大変だった。もうそうなると自転車もう自分の買い物だけの場合はなんかね、とりあえず行けるところまでは自転車で行くようにしてたね。自転車だったらガソリン代かからないもんね。でも自転車の場合さ、たくさんいっぺんに買えないじゃないですか。もうドカッと買って何日分も買ってってなった場合だと、車じゃないと重たいから運べないから無理ですけど、なので自転車でなるべく毎日毎日行って、でその日の分だけ買ってみたいな、そんな感じでやってましたね。もう170円台のガソリンの時なんか大変でした。とりあえずガソリン代が一番大変。私みたいな田舎に住んでる場合はね、ガソリン代が本当に大変。食べ物とかだったらさ、そう、6時過ぎたりしたら安くなってたりするじゃないですか。3割引きとかになってたりするでしょ。もう安くなってるやつをそう狙って買い物して、そんな感じだったんですけど、そう、ガソリンは夕方夜になったら値下げするとか、そんなのもないからね。だからもう、人力で、なるべく人力で自転車使ってたりとかしてましたね。最近はちょっと値段が160円台になったから、まだ一時に比べたらまだね、まだ下がってきてるから、ガソリンは本当に値上げしてほしくない。しかも私の主人は建築の仕事してるものでですね、車はもう作業車毎日毎日現場まで車に乗って移動してるので、ガソリン代は本当に大変。主人の仕事にもものすごい影響があるのでね。でも普段車を仕事にしてらっしゃる方なんか大変ですよね。困りますね、では本日の1曲目です。君の髪に触れたです。どうぞ。
ックは終わってるかもですが、エミさんは今回のオリンピックで気になる種目、選手などいますか？あとエミさんが得意なスポーツを教えてください。リクエストはスポーティーな曲でお願いします。今回の北京オリンピックで気になる種目はフィギュアのアイスダンスですね。フィギュアスケートとかペアとかはテレビでね見たことあるけど、アイスダンスってその見る機会がないというか、なんか今回初めて聞く感じがするよ。なんだろう、ペアとどう違うんだろう、ペアと同じような感じなのかなとか、そこら辺ちょっと見てどう違うんだろうっていうところが気になる。ペアとどう違うんだろう。昔まだ子供がちっちゃかった時にディズニーオンアイスだったっけな、ニモの映画のなんかバック映像が流れてて、全部が全部じゃなくてその一部一部だけど、なんかね映像が流れてね、それに合わせてねダンスをするの、それもアイスダンスなのかな、スケートするそのショーがあって、それ家族で見に行ったことある。ディズニーの実際見に行ったらなんか距離がすごい遠くて、席が後ろの方だったからか、距離がすごい遠くてちっちゃくしか見えなかったから、テレビで見た方が選手たちの細かい動きが見れるからテレビの方が良かったななんて思ったりしたんだけど、まあでもなかなかそんなのは行く機会がないから、まあ良かったことは良かったんですけどね。初めての経験体験としては良かったんですけど、フィギュア見てたらね綺麗だしね、だからまあ見る分はすごい好きです。あ、自分自身もスケート、そう、子供がねスケート好きだからね、連れて行ってあげたりとかねしてたよ、よく。あ、姫路セントラルパークにもスケートリンクがあったり、あと、ね、神戸のねポートアイランドスケートリンクがあります。そこにもね連れて行ってあげたりして、楽しいですよねスケート。神戸のハーバーランドにもさ、モザイクの正面の海が見えるところ、あそこにスケートリンクが冬場にできてたり、あ、そうだ、あとね大阪のさ、あそこにもできてるよね、梅田駅の前のところ、そうだ、なんか街中でもちょこちょこっと見るよね。そうだ、私子供たち東京ライブに連れてった時があって、コロナ流行る前に翌日かな、観光行ったんだよね。その時にさ、スカイツリーに行ったんですけど、スケートリンクありましたよ。そう、街中でちょこちょこちょこっとなんか人が集まるところでスケートリンク作ってたりしますよね。そうそう、スケートも実際滑るのも楽しいし、子供たちも好きだからね、よく連れてったり、冬場になったらよく連れてったりしていましたね。得意っていうわけではないけど、まあでも滑れる、普通に滑れるっていう感じかな。このスポーツを長いことやったっていう経験はもうそのテニス部の3年間しかないから、テニスかなーって、唯一3年やったスポーツ、得意ってほどではないけど、まあできるだけできるかなっていう感じですね。でもね、今年ね、子供娘が受験生だから、中3だからね、スケートとかスキーとか受験の時は、年は滑るスポーツやらない方がいいんでしょ。それ人から聞いてさ、私そんなの全然意識してなかったから、スケート行きたいって言ってたしね、行こうかなってそう思ってたけど、一応念のためにやめとこうかって言って行ってないんですよね。スケート楽しいですよね。そうそう、なので私はオリンピックアイスダンスとペアのとの違いがちょっと興味あります。スポーティーな曲、そうそう、弱い自分にさよならしたいという、自分が奮い立つような歌詞の曲がいいかなとか思って、なのでジョギングにもぴったりかもしれない。もう最後しんどいってなっても奮い立たせるような感じの曲といえば、では僕にさよならです、どうぞ。Yeah.
2月といえば節分、節分もあるしバレンタインデーもあるしイベント2つもありますね。でもまあ節分といっても私何もしてなかったよ。うちの家はあの小太郎がいて、小太郎が自由自在にもうおろちょろおろちょろしてるからさ、だから豆まきしたらもうあのしかもワンちゃんって豆食べれないですよね、毒になるんですよね。なので豆まきできない、あの食べちゃったらダメだし豆まきできないですね。うちはそういえば豆まき子供がちっちゃい時やってたぞ。途中から落花生に変わって、うちの場合は落花生だったらね殻に入ってるからあの剥いて食べれるみたいな感じで、なんかあの衛生的なような気がして、途中でうちは豆まきの豆が落花生に変わったんですけど、もう小学生の半ばぐらいになったらやらなくなったね。ちっちゃい時だけでしたね。実際やってみたら楽しいですよね。